これがそうですね、マクソンのソニックディストーション。出た。これは現行品じゃなくて、はい、白ラベルって呼ばれる白ラベル、ヴィンテージですね。白ラベルで何年ぐらいとか分からん。いや、あんま分かんないですけど、まあ、いや、分かんないです詳しくないんで、はい。だからあのマイケル・ランドとか、はい、スコット・ヘンダーソンがいまだにボードに入って昔から使い続けてるやつですかね、うん、はい、はいはいはい、で、まあディストーション、はい、どうやっていこう。で一応まあこれバイパスを、はいはい、で電池で、はい、こういうセッティングで、これぐらいで、はい、入った、あれ入ったわ、入ってない。トーン難しいですからね、これ。これ結構上がるよな。だいぶ上がった。トーンは。これはまあトーンはこれでもう結構上がってる。これでもかなり上がってる。はい、あでもこれぐらい、この手前ぐらいがいいかな。はい、結構このトーン上がるのがいい感じだけどな。あのそのいいとこ、ストラトのかっこいいとこが、はい、シングルコイルのいい感じのとこが聞こえる上がり方やこれ。これはで原因がまだここしか上がってないのに、はい、ってことだよね。そうですね。だからこれもうちょっと上げてったらどうなるの。原因もトーンも相当余裕が、余裕がまだあるから、はい、今やってみると結構これで使えるっていうか、これでもこんなぐらいかな。かなりいい歪みですね。そのオーバーチューブスクリーマーとかと比べるとギンギンな感じで、そうですね。でも太いですね。なんやろ、抜けてるけど太いみたいな。
の反応もめっちゃいいですね。ね、まあ、色気も相当あります、ね。はい、あ。これボリューム下げたらもうこれぐらいまで。答えさというか、その黒ラベルと白ラベルとかで今もう売ってるやんか、現行品。そうね、ちょっと現行品と比べてみたいなところはありますね。現行品でよかったらもうそれでいい、ね、それでいいか、はい、とあと、はい、これ、その黒ラベル白ラベルってきて、うん、この後にある SD01 っていう01、はい、なんかちょっとプラスチックっぽいのになったシリーズに変わるんですよ。ゼロワンシリーズっていう、はあ、それもほぼ一緒らしいんです。ああ、はい、SD01 っていうのと白ラベルは、あ、白ラベルもうなんか、まあ、フェンダーアンプみたいに見た目は変わったけど、ああ、実は中身一緒ですよ、はいはいはい、みたいな、プラスチックっぽいやつ、はい、なんかそうですね、SD01 っていうのはなんかあのフェンダーのディストーションっていう、なんかフェンダーの当時のフェンダーのおまけみたいなエフェクターで、あー灰色っぽいフェンダーディストーションっていうのもあるんですけど、それが SD01 と一緒らしくて、でそれで、でまあ、それがこれと大体一緒らしいっていう。でも僕それ昔比べたことあって、あ、持ってた、SD01 とこれ と、フェンダーディストーション持ってたんですけど、一緒って言われてるんですけど、違ったんですよね、全然、はい、まあ、それが個体差なのか、ほんまは一緒だけど、うん、個体差で違ったのか、個体差で全然違ったらやばいな。とりあえずその SD01 とフェンダーディストーションは僕には違うものに聞こえました、ね、へー。で SD01 とこれは SD01 の方が好きな人もいるかもしれんなっていうぐらいの感じです、はい。フェンダーディストーションはちょっと微妙でした、はい。でじゃその白ラベルとこれもまた違うの音。そうなんです、記憶の中の持ってたこの白ラベルとこの白ラベルは違うんですけどそんな違うの、記憶の中の音とはまた違う、まあまあその時はまた使い方違うもんな、多分。だから、まあ、その感じからすると、うん、もう一台一台結構違う可能性がありますんで。むずいな。はい。今言った SD01 は、はいはいはい、ランドもそれを使ってる時あったらしいんです。使ってる時期あったんや、はい、だからもしかしたらランドも大体一緒と思って使ってたんじゃないかなと思いますね、はい、白ラベルか、ゼロワンは多分安く、確か安く買えた。ゼロワン安いんや。1万円ぐらいじゃないですかね。しても、はい、まあ買おうか。そっちを買うっていうのもありかもしれないです、はい。ちょっとそれと黒ラベル買おうかな。黒ラベルも。ちょっと
はい、出した頃にはもうなくなってると思いますけど、はい、この動画出す前に買う出すの、まあ、アップする前に買うから、はい、うわでも、はい、これちょっと要注意です、はい、要注意、はい、ちょっと今後、はい、検証していきますか。流行らしたい。流行らすというか、はい、まあ新品のやつって持ってた持ってないか。いや誰か持ってた。一瞬持ってました。あ一瞬。あのでマクソンからもこれ今出てて、復刻でアイバニーズからも。あそうかアイバニーズか。もう今アイバニーズは今作ってないんですけど、その一昔前まではアイバニーズが SD9M っていう、M、ここにスイッチがついたなんかあのキーリーのモッドみたいなやつをアイバニーズから SD9 モッドっていうモデルが出てたんです。それはなんかゲインアップのスイッチとミッドブーストのスイッチがついてて、結構僕それ好きだったんですけど、ゲインアップにしてゲインゼロにしたらなんかいい感じでした。はい、まあちょっと、はい、でもそれももう今作ってないんで、もしかしたらちょっと高いかもしれない。1万超えてるかもしれないです、ね。はい、それまあ1万超えてるぐらいで、はい、はいはい、ただ、はい、マクソンは現行も日本製なんですけど、アイバニーズは中国製でした。はい、じゃあソニックディストーション、はい、SE01 の話今まで忘れてました。01検索してみます。